皆さんこんにちは、ピカです。天外魔境2やっていくよ。はい、ここは馬の瀬村か馬瀬村だったか。はい、水車の村ね。うん、でまあどうやらね、まあ次の目的地は終わりらしい。終わりの国らしい。わしらみたいな年寄りは縄文道言うたら宝の山いう感じがまだまだするわ。今じゃめったに見つからんようやが、こないだも三味線だか琵琶だかを拾って儲けたやつがいるらしいよ。あんたも尾張へ行きたいんか。この村の南の方に縄文道いう道があるけど、化け物が住み着いたらしいで。他人のことやし、行くのやめたりはせん、行くの止めたりはせんけど、やめといたがええで。命あっての商売、そやろ。縄文道を抜けてよ、犬山へ急ごうと思ってたらよ、あそこに転がってる箱が動き出してよ、おっかなくていきり飛んで帰ってきたわけだよ。何かいるぜあそこはよ。縄文道中とこはやね、今はこの飛騨国と尾張国を結ぶただの地下通路や。しゃあけど、もともとは大昔の豪族かなんかの墓やったらしいわ。それを誰かが道に敷いてしもたらしい。まあ相当罰当たりなやつやな。多分洞窟が目的のコソ泥なんかやろな。寝込んでます。あんた悪いことは言わないから、そこで寝てる男とは関わりにならない方がいいわよ。他人を救うつもりがいつの間にか自分が救われなくなってることってあるのよ。わかる？意味わからん。この人のためには良かったんですよ、タカ子がいなくなって。ここだけの話だけど、タカ子って勘違いがものすごいらしいのよ。あんたももしタカ子に会っても下手に声をかけない方がいいわよ。もう手遅れかもしれないけれど。なんすかその手遅れって。大丈夫ですか？どなた様かは存じませんが、男と見込んで頼みがございます。実は許嫁に逃げられました。尾張の犬山に歌舞伎という男といるらしいのですが、くそ何をしてるんだあいつら。この手紙を私の許嫁の高子に渡してはもらえませんか？わかりました。泥沼の恋文を手に入れた。ドロンドロンですね。かたじけのございます。その一途な気持ち、一筆書きで書いたんですね。このガキ目でよければお届けします。恋のキューピッドになってみようではないか。まずね、西にあるあの天狗にあってこよう。こ
っから行けるか、行けるね。うん。これは西藤原峠越えれば京の国だが、根っこがあって貴様には越えれないだろう。東水車の馬瀬村。はい。おいおい、あこいけねえじゃねえかよ。いけねえな。どうなってんだ。ちょ待つんじゃ。ああ、そしたら東、あじゃあ、ね、西に行けるようになってぐるっと回って行かなければいけないような感じか、上の天狗は。じゃあお前みんな南東に天狗あるって言うんじゃねえよお前。行けねえな、あの天狗行けねえじゃねえか普通に。そしたら縄文堂を抜けて終わり国に行こう。ここ東行けばいいのかな。めんどくせえな。これ右下行けるよね。あこちょっとね取ってくるね。東御嶽山、これさ今さここにいるんだけど、南東の確か御嶽山って言ってたよね。御嶽山の天狗って言ってたね。そしたら南東って本当の南東なんだ。飛騨国の。ということは白山村か、村か、最初の村、あそこでなんかそこの天狗は協力してくれるだろうって言ってたのは、今から行こうとしてた本当の南東の今東側に右側にある天狗のことを指してたんだね。了解、わかった。まあてっきり本当の下の天狗のいよりかと思っちゃったよ。まあ今から行くいよりはどんな巻物をくれるんだろうか。おお、それそれ、そば団子はよよこせ、まんじまる。うまいの。貴様買っとってよかったの。そうなの。最初今初めて来たけど何言ってか分かんねえよなこれ。多分そば団子持ってこいって言ってたんでしょう。
うん、そうなんだよね、うん、ところでまんじまる、久しぶりじゃのう。と言うてもお前は覚えとらんじゃろうな。実はわしとお前んとこの親父は友達でな。うん、言ってたね、これね。お前もここへは何度か来とる。ようわしの鼻を掴んで遊んどったぞ。ああ、うまかった。ほれ、羽衣の巻物じゃ。あ、これ、ワープのやつかな。この術は結構使えるぞ。親父の分まで頑張ってくれよ。頼んだぞ。はい、天狗さん。羽衣。国内のすでに訪れた村へ移動できる。消費6。OK。これはいい。よし、そしたら、縄文堂、左側の赤丸ね、あそこ向かいましょう。で、この飛騨の国から、尾張へ向かう。あー、これはかなり晴れていますね。神聖そのものです。即手術しないとこれはダメですね。かなり腫れ上がっています。カットです。はい、手術は失敗です。強くねえか。ヤマトさん、ヤトか。こっち下いけんのか。いける。あー、こっから強くなるか。いってよく終わりの国に行って犬山に行こう。装備また強くせんと、また強くなってきたぞ。おい、2回かよ。縄文堂、これ、前回なんか村人言ってたけど、体力と技増えていくのか。今体力59、あ、60なってる。増えてるね。ああ、そうなんだ。ああ、オッケーオッケー。おい、なんか幽霊がいるし。どうする、まんじまる。成仏させるよ。あ、この箱が動き出したのか。うん、死んでくれ。あ、死んでるか。さらに死んでくれ。あ、2両だと。
これはでもフィールド上では出ないのかな。あ、折れた？銅鐸じゃないよなこれ。どういうんだこれ。うん。片身の剣。ちょっと待って。木綿の手ぬぐい守備4か。売り これちょっとね高く売れるかもしんねえよこれ。守備4下がっけど売るわ売るわじゃねえ捨てるわこれ。あもう入れ替えたのか。ブーム。守備をじゃね攻撃力低いし、まあいいわこれ売るから。あー売っとけばよかったね、始める前に、ゲーム始める前に。まあこいつらは無視じゃ。あここに下にボスいるし、根の一族、根の死神兄弟の。ならとっととそこ行きましょう。ほう、お前がマンジマルか。そばで見ると悲しいぐらい小さいな。まだまだガキじゃねえか。本当におめえが角のバカ野郎を任したのか。信じられねえな。俺様は死神兄弟の爪をたっぷり可愛がってやるからかかってきな。おお、強いな。3だと？くわ。まあまあ、いいじゃろう。いいぞ、3連続攻撃。おお、4連続やるのでよ。なるほど、少しは使えるようだな。だが次もうまくいくと思うなよ。3消えねえのこれ。大丈夫かこれ。あ出たか。出たよ。じゃあ終わりの国来たよ。地図見ろ。はいはい、こういう感じになってるね。犬山は左か。これなんだ、石になってるやついるぞ。助けてタモレでおじゃる。マロはタイクンでおじゃる。あの三人の博士に石に変えられてしまった。口をしや。マロはあやつらに利用されたのじゃ。暗黒乱を封じている7本の剣を抜けばジパングを征服できるなどとそそのかしおって。マロは利用されただけじゃ。マロは悪くないのじゃ。潔白じゃ。マロは悪くないのじゃ。ダメです、死んでください。やばい。巻物。
大君のバカが永遠の命をくれなどと言うからこんな姿にされたのじゃ俺まで。何？おい、いつまで三人蝕まれてんの俺。わしの顔を見るでない。何がジパングの王者、何が一の家来じゃ。ご臨終です。げへへ、やべ、あんま意味なかったかな。まあまあまあいいわ、雑魚は倒した。山城かこれは。頑張るんじゃ。犬山の町、ドケ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 、ジパング一の伊達男、歌舞伎炭治郎様の通りだ。小汚い田舎者は恥ずかしそうに道の端っこ歩きやがれ。その小せえ体にちっとも似合わねえジンバオリ、おめえがマンジマルか。耳かっぽじってよく聞けよ。おめえと一緒に戦うつもりは全然ない。俺は確かに火の一族だ。しかし生まれてこの方、それで得したことなんざ一度もねえ。俺はこの火の地の力で目立って目立って目立ちまくって名を売って超派手に生きるのさ。ま、そういうわけだ。てめえもな、ジパングのためとか宿命とか捨てて楽しくやれやな。なんか北斗の拳の蜘蛛の十座のキチガイバージョンみたいなやつだな。あー痛い痛い。あ、消えた。よし、聞き込み調査だ。この尾張の国の南東の湖に剣弁様のお住みになる塔があるのじゃ。弁天様じゃ。あそこには男すべての憧れの聖地じゃ。わしも死ぬまでに一度でいいから昇天してみたいものよの。はい、わかりました。茶屋ってなんだろうこれ。新任の隊長の歌舞伎様って、氷刀の巻物で一撃で野党をやっつけたそうなのよ。
やっとかっとあなたは野党をやっつけたそうね。ダメよ。はい、かっこいいわ。まんじまる様じゃないし、歌舞伎様。なに、腕力が全てじゃねえんだよ。歌舞伎様の花嵐って術、いっぺんに全怪物全部に60もダメージを与えるんだよ。貴様の来光とは天と地よ。なにバカ野郎。へいらっしゃい、団子でも鼻に詰め込んでみませんか。味噌団子。ちょ待て、これ素早さ怖がるな。68買っとくか。でも売らんといかんのはですね、売るで買う。まあ他本当の文具屋さんにもっといいのあっかな。まあいいわ、買っとけや。そうしとけ。歌舞伎様の育ての親って方が南の方のどうでどう言うんだろう洞窟、靴じゃないもんね、うん、一人で暮らしていらっしゃるそうよ。確か蛇仙人様ってお名前で、歌舞伎様の他にも立派なお侍をお育てになったとか聞いてますよ。そいつに会いに行けば歌舞伎を仲間にできるのかな。南の蛇仙人か。はあ、どうも。殿様がねの一族と一戦構えるってんで、城下に国中の文具屋が集まってきやがんの。急に文具屋を始める野郎までいて、むちゃくちゃな品揃えの店も多いが、どこも繁盛してるみてえだな。なんだ、まがいもの売ってるとこもあるっていうことか。ねえ、あんたも男だったら、気骨城討伐隊に志願なさいよ。死ぬ気で。あの素敵な歌舞伎隊長の下で働いてみたいと思わないの？私が男なら今すぐに行くわよ。そりゃもう。待ってくださいよ。考えさせてください。ここは犬山城でござる。はい。何キョロキョロしてんですか？どうしたんですか？骨城っていう根の一族の城が突然地面から生えてきたって聞いた時はさすがに驚いたわ。でも歌舞伎團十郎様が討伐隊の隊長に就任されたからにはもう安心よね。絶大的な信頼を誇ってるんですね歌舞伎は。東の山の向こうに住んでる仙人が最近珍しい楽器を手に入れたとか。でも弾けるのかねえ、あの仙人に。あの仙人のところへ行く物好きは長篠町の近くの秋葉山を越えていくらしいの。まあ、一応情報をちょっと集めるね。女どもは歌舞伎様團十郎様ってあいつか男はいねえみてえによ。あいつしかベタベタしやがるけどよ、俺はあんなやつでっきれなんだね。あいつよ、ねの一族が現れて本当は喜んでるに違いねえよ。
そりゃ化け物の相手できるのはよあいつだけかもしれねえがよ、俺の女房のお相手まですら必要があるか否かっちゅうこっちゃあ、そうですね、そう相当な問題ですね。ねえ、ほんと殺伐とした問題ですよそれ。ねえ、ダメですよそれ。そりゃ切れるわな。文具屋さん、お前正直者だろうな。鉄さえ切れる刀から豆腐も切れない刀まで、なんだそりゃ。槍やりやがったな。鎖片びらね、守備効果。キツネの帽子、おお7も上がるのか。杉の胴、ちょっと覚えておこう。他の文具屋もね見てこよう。ここはね、あのヤトとかいうやつほんと強いから、まあ切れ味の良いもの欲しいね。キツネの帽子、槍ね、まあ値段は一緒だよな。城に入っちゃったぞ。先の気骨城攻めでまともな武士はほとんど敵にやられてな、緊急に兵を集めておるのじゃ。しかし頭数だけいてもの、頼りは今や歌舞伎殿だけじゃよ。何、お前が先頭に立っていかんかい。よこの城の連中は格好だけはご立派なんだけどよ、生まれてこの方たわし、くわしか持ったことねえやつばっかりよ。俺みたいな正真正銘の武士はこないだの気骨城攻めで大方やられちまったからな。そうなんだ。大の男が大勢で体当たりしても気骨城の門は傷一つつかぬ、巨大な邪悪な力で固まっているのだよ。カチンコチンのビンビンよ。あれが開けられぬ限り何度気骨城へ行ったところで犬死にするものが増えるだけだからな。それはダメだよ。犬死にはごめんだ。なんだ、どっち上がればいいの。おい、な、下行けよ。いっぱいいるな。この国のどっかに気骨城の扉みたいな邪悪な木に固められた封印を一発で消す楽器があるらしいんだそうなの、封印解く楽器か。俺らも探しちゃいるんだがな、楽器って言われてもな、笛だか太鼓だか三味線だか、琵琶って言ってたな。なんかね、この終わりには犬山の他に長篠町と福島村があるでござるよ。長篠町は国の南東にござる。長篠にも城があってな、城主は我が殿の弟君でござるよ。坊主、ちょっから教えてくんろ。刀ってのはどう持つんだべ。あともう一丁聞きてえだが、刀なんかで切ったら切られたやつすげえ痛いべよ。
バッサリ言ったら死んじまったらどうすんだべよ。知らん。この時代はそれでいいんだ。ねえ、大丈夫だべ。俺っちに任しときなって、農作業に比べりゃ、ね、根っこ狩りはお前、一丁前なんだよ。で、詳しくは知らねえけど、根って何の根だ？大根だべか、人参だべか、お前。知らん。まあよかったね、ここ来てね、いい情報入ったね。楽器で封印解くんだ。了解だ。やっぱり情報集めないとな。伊勢国の松坂の殿様から伝書鳩が届いたんじゃが、俺の顔にうんこつけやがってよ。向こうにも根の城が出現したようじゃ。援軍を壊れたのじゃが、こっちもこの有様、第一国境の鈴鹿峠は暗黒らの根が塞いどるしな。うん、わかった。やっぱりどこたら中で暗黒乱咲いてるみたいね。あ、殿様。あー、近頃城中が肥やし臭くて嫌になっちゃう。もう頼りは歌舞伎様だけだわ。あー、歌舞伎様、歌舞伎様。わしは犬山城の殿様じゃ。そちも討伐隊に加わりたいのか。はい。気持ちはありがたいのじゃが、瀬田家が採用基準にだいぶ足りんな。子供に侍は無理なんじゃよ。まずは見かけじゃ。見かけ倒しから始まるんじゃ。どうしても仕官が望みならば、世の弟が治める長篠町へ行ってみるがよいぞ。なにバカ野郎、俺様の実力がてめえに分かるのかよ。見かけ倒しでしと、お前あの判断するなかれっちゅうこっちゃ。よーし、下に行きたい。こっちだ。でまずどこ行けばいいんだろう。まあそのまず仕官すればいいのか、楽器を集めてこればいいのか、集めるっていうか取ってこればいいのか、琵琶湖とかやらに行けばいいのか。琵琶湖だったか、千人いるの。そうそう、まず武器買わんとな。あ、ここにも武器あるな。この野郎、ガキのくせにここは武器屋だぜ。お前分かってんのかよ。お前バカ野郎、おもちゃ屋さんじゃねえんだよ。分かってるよ。え、主に戦で使用されるサムライ刀、攻撃力上がる。これはいいよ。あ、来てよ、買わんでよかった。やっぱり槍なんか、よし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 。これちょっとね、もうちょっと探すって、本当無駄遣いしたくないから、せっかく貯金貯めたんだから、買わんとね。ここは行ったよな。うん、こう行ったね。うん、オッケーオッケーオッケー。預かり所。うん、オッケーオッケー。そしたらまあ防具とかは、まあ、他のお店で買う、ここでも買うとして、
まあ一番強い武器は多分ここに売ってるね。これよし、これでアズカリ所でおそらく形見の刀預かってくれるでしょう。武具、形見の剣、うん、これでいいよ。やめるってなんだよ。ちょ待てよおい。預けてる武具、形見の剣、ああ、オッケー、よしよし、これでいいわ。ならば、まあ、防具買ってこよう。これ買った、キツネの帽子ね。で、鎖片びらね。で、ウール、あ、そっか、帽子は俺手ぬぐい売ったんだね、うん、そしたらジンバ織を預けてこよう。よし、で、あのじいさんどこ行った？なんかわしも一度女神様に会ってみたいって言ってた。いねえな。まあまあまあ、そしたらここの殿様の弟君のとこに行くか。丸は、ああ、なんか洞窟かなんかか。とりあえず進んでいこう。えい、先に攻撃するんじゃねえ。右側に天狗さんがいるぞ。こっからまた行けねえのかな。なんだ、いや強えな。上もいける。
から行ってみるか。あ、ここは行けねえのか。ここなんか船で行ったような気するな。ってことは、うん、下の右下のでっけえ拠点行こう。今のとこだよね。犬山城の城主の弟いるの。え、違うか。え、な、長篠の町。ここでいいのかな。もう城みたいのあったから。こんな寂れた町に来るとは。あんたも物好きじゃのう。これでも昔はもっと人がおったんじゃよ。町の西に気骨城たらができた途端、さっさと殿様が逃げちまった。武士も商人もみんな逃げよった。残ったのはわしら農民だけじゃよ。わしらこの土地に生まれたんじゃ。この土地を捨てることはできんよ。勇気あるじいさんだ。殿様が町を捨てて逃げ出した時に、商人たちも店をほっぽってどっかに行っちゃったのよ。あんた宿がなくて困ってんなら城に行きなさいな。ただで泊まれるわよ。ああ、わかりました。なんだこれ。堀の魚は城の財産につき、盗んだものは厳罰に処する。ほう、この地蔵さんは何、何もない。ビビって城を捨てるなんていう、あの腰抜けのバカ殿は、根の一族に急所でも取られたんじゃねえのか。わかるな、真ん中のソーセージだよ。本当によ。城や民を守らにゃならん侍どもは誰よりも先に逃げよった。腰に刺している刀は飾り、そしてぶら下げているものはなんじゃありゃ。だがわしは逃げん。土地を守るのが農民じゃ。根の一族に殺されようとわしはここを動かんよ。うん、ばあちゃん待っててください。まあまあまあ上、まあ城とかね行ってみる。まあその前にまあ聞き込み調査もしなければいけないところです。はい、それではね、今回はここまでにしときます。ではまた次回、ここ聞き込みからやっていきましょう。またね。